フードコーディネーターの高橋真希です。今回は仙台の泉ヶ岳のふもとで生産されている原木椎茸を使って宮城の郷土料理おくつかけを作ります。具材がたっぷりの料理をぜひお試しください。材料はこちらです。では早速作ります。宮城の郷土料理おくつかけ完成です。今回は干し椎茸を使用しましたが、旨味がとても強いので生のまま使っていただくのもおすすめです。宮城の味をぜひお試しください。